どうも、つるです。今日はですね、この前、募集を募った、質問コーナーですねのちょっとね、ご回答させていただこうと思います。質問箱の方でね、何件か質問が来たので、ちょっとね、早めに知りたそうな情報も質問の中にはあったので、ちょっと早めに動画の方撮ろうと思います。一つ目、朝は何時に起きてますかという質問です。これはね、僕の時間であれば、僕は現場仕事なので、本当それぞれ現場によって起きる時間が違います。今なんか結構早めなんでね、遠い現場なので、今の現場だと大体、4時半前には起きなきゃダメですかね。で、その動物たちのことでの朝、何時に起きてますかっていうことで質問でしたら、動物のね、朝のご飯とかあげなきゃいけないのは、うちの長女の方が担当してくれてますので、学校、朝起きて学校行く前に、前日にね、ご飯の準備だけしといて、それを朝ご飯、1日2回ちゃんと分けてご飯あげてる子たちにはあげてもらうっていう形でやってます。次の質問が、これ今僕質問箱の適当に写真撮ったんですけど、これなんか長かった気がするんだよな、この質問。たまに映り込む奥様がとても可愛くて密かにファンです。なんかね、これ、ちょっと待ってくださいね。これ確かね、この質問ね、なんか続きがあったと思うんで、ちょっとその続きを写真撮っても忘れちゃったんで、ちょっと待ってください。これ最後に答えます。で、次の質問。近々お迎えをしますかっていうことなんですけども、一応お迎えが決まってる子もいます。で、そのお迎え決まってる子は、里親で引き取る予定の子になってます。で、その経緯としては、その動物が新しくその人のお家で生まれました。で、今、ミルクを飲んでる期間なので、お母さんのミルクを飲んでる期間なので、その期間が終わり次第、うちの方で里親として引き取るっていうことでお話になってます。結構驚かれる生き物なのかなと思います。あんまりなかなか見ないっていうか、ここら辺では見ない、生き物ですね。その時もまた動画にしますのでお楽しみにください。次の質問が、動物の食費は大変ですか？これなんですけど、正直ね、動物の食費どれぐらいかかってたかわからないんですよ正直ね、っていうのが、やっぱそれぞれの、うちいろんな種類の餌ね、いろんな子がいるのでいろんな種類の餌を飼ってるんですけど、なんていうんですかね、一気に別になくなるわけじゃないので、なくなったら買うっていうのをやってるんで、正直計算がしづらいっちゃしづらいですね。だから一週間に一回ぐらいは誰かしらの餌がね、なくなるので、その都度買いに行ってっていう形なので。で、わかりやすく、うちの、例えば水鳥さんで行くと、水鳥さんのフードは約だいたいうちで、1万円ぐらいのフードを使ってまして、それはだいたい、フードだけじゃないのでご飯あげるのは、半年近くはその一袋で持つかなと。ただ2種類ね、うちもフード用意してるんですけども、簡単にざっくり言っちゃえば、1万円のフードがだいたい半年ぐらいですかね。と、毎日プラス野菜ですね。野菜のお金は結構かかってます。小松菜だったり、トマトだったり、あと果物、バナナだったり、リンゴだったりとか、その時によってね、いろいろ野菜とか果物も買ってるんですけども、野菜、とかで1日だいたい、毎日だいたい200円、300円ぐらいかな。野菜果物で毎日300円ぐらいはかかります。その他ね、やっぱいろんな生き物がいるので、そのそれぞれの餌って感じですね。はい、次が、動物に対して恐怖感とかないんですか？なんすかね。基本的に僕って頭悪いんですよ。あんまり、恐怖心っていうのがあんまり正直なくて、例えばね、なんていうんですかね。怖いものが全くないっていうわけでもなくて、例えば、目の前でライオンが襲ってきたらそれは怖いですよ。ただライオン見たって別に怖いとは思わない。
襲われた段階で、あ、怖いなって思うっていう感じなので、最初から偏見で怖いとか思ったりしないですね。知らない生き物でも。襲われて初めて怖いと思うっていう感じですかね。だから別に特に僕は怖い生き物としては、例えば犬でも猫でも可愛い子もいれば襲ってきて怖い子もいるだろうし、そういう感じですね。だから一括りにこれだから怖いっていうのは特にないです。僕は別に虫とかでも何でも大丈夫ですし、虫だってゴキブリだって何だって別に僕は大丈夫な人なので、生き物も特にそういった一括りでの怖いっていう偏見はないです。次ですね。いつもツイッターを楽しく拝見させていただいています。私は猫一匹飼ってますが、コールダックやカモの飼育するときの注意事項とかですね、注意点とか教えてくださいっていうことですね。まず猫ちゃんなんですけども、結構ね、うちには猫はいないんですよ。っていうのが、猫さんは、やっぱりね、インコとかの相性がすごい悪いので、うちはたくさんのいろんな種類の生き物をね、飼いたいっていうのでやってるので、猫さんって結構やっぱ敵対しちゃうっていうか、猫さんは悪いないんですけども、本能的に追っかけちゃったりとかしちゃう。そういったね、うちでは楽しくするために、そういうトラブルが起きやすい猫ちゃんはちょっと飼うのを我慢してます。ただ、結構ツイッターとか見てると、他のコールダックさんやカモさんの飼育者さんを見てると、やっぱ結構猫ちゃんとね、仲良くしてる子たちはすごい多いです。なので、まあ全然そこら辺の相性は問題ないのかなと。猫ちゃん次第だと思います。カモとかコールダックとかは、特に、猫に対して敵対をするっていうのはないです。ほとんど。うちの子も、他の生き物に敵対することはないです。最初は、怖がるかもしれないんですけども、怖がるだけで攻撃したりとかそういったのはないですね、基本的には。怖がるのもね、基本的に慣れてきます。最初はやっぱうちも犬とかいるので、コールダックとかカモさんとかね、北天の頃は大きい生き物なので怖がるんですけど、やっぱり徐々にね、何もしない生き物っていうのが分かってくると、そういったコールダックたちも、コールダックやアヒルさん、まあ、カモさんなんかは、恐怖心がなくなっていくので、どんどん仲良くなってきます。うちのね、以前のいた、愛玩のアラルちゃんなんかも、人間よりもポムの方が好きっていう感じ。ポムが何してるわけでもないんですけどね、このワンちゃんが。まあ、安心感なんでしょうかね。まあ、一番懐いてました。なので、そこら辺のまず相性がまず注意が必要なのかな。まあ、猫ちゃんの性格を僕は知らないので、その猫ちゃんが大丈夫そうな性格なのかっていうと、まあ、そうですね、まあ、カモとコールダック、まあ注意点っていうか、まあ結構やっぱ水鳥さんは猫ちゃんと比べると飼育は大変かもしれません。ただね、コールダック、カモさんは結構大変だと思います。やっぱ体が大きくなればなるほど、うんちの量とか掃除の量もすごい増えるので、そこら辺はすごい大変だ。コールダック1羽ぐらいだったらね、正直、もうなんか、僕たちからしたらもうほぼほぼなんか飼育の大変さっていうのはもうないのかな。普通の人から比べたらもしかしたらあるのかもしれないですけど、うちはちょっとね、ちょっと麻痺してるので、コールダック1羽ぐらい何の手間でもないなっていう感じはします。で、あとは水浴び環境を作ってあげるっていうことぐらいですかね、猫ちゃんと違うとしたら。まあ、庭とかを用意してあげるのは一番理想ではありますけども、でね、室内外だけでコールダック飼育してる方もいますし、そういった方はね、お風呂場とか水桶とかに水を張ってあげて、毎日ね、水浴びはさせてあげてください。コールダックさんね、基本的にコールダックとかカモとかって足が弱い生き物なのでね、1日、まあ、少しでも30分ぐらいでもいいので、毎日、足を休める時間を作ってあげる必要がありますね。水に浮かんでる期間っていうのは足が休まる期間なので、結構足が弱い生き物ではあるので、そういった、まあ、あと、羽繕いとか、まあ、羽をきれいにするためにも必要な水浴びっていうのはすごい大事な行為なので、水浴びの環境を用意だけしてあげてください。まあ、後々ね、まあ、コールダックの飼い方だったり、カモだったりの飼い方の動画はね、それだけで動画を撮ろうと思ってますので。で、次、いきます。うずらを卵から孵化させて、飼育させたいんですが、必要なものなどがありましたら教えてくださいということですね。で、うずらの飼育なんですけども、まあ、まず、まあ、その卵を温める段階からでお話をすると、
まあ、いわゆる孵卵器って言われる卵を温める機械を買うか、ただうずらの卵でしたら別に自分でヒーターをね中に入れて温めてあげるだけでも全然孵化します。うちでももともとうずらさんを孵化させた時は発泡スチロールとかのね温度が逃げにくい構造のものに中にインコさんとかのひよこ電球って言われる電球を入れて、でサーモスタットっていう、まあ、温度が何度になったら勝手に消えますよっていう温度調整の機械ですねをつけて、温度室温を管理してあげる、まあ、温度計室温計は必要ですね。だから、まあ、入れて、で1日何回か転卵をしてあげる、卵を転がしてあげるっていうのでなってます。だから全然別にフランケがなくてもできますけども、ただその卵を転がす手間が結構あるので、まあそこら辺、まああと温度管理、温度がちゃんと安定した温度を保てるかっていうのが重要になってくると思います。で、まあその生まれた後ですね。生まれた後は、うずらさんが、生まれた後、餌が、ネットでしか買えない餌をあげる必要があります。抗生物質の餌をあげるヒナのうちはですね、これ結構何気に知られる人も多いんですけど、抗生物質の入ってる餌をあげなきゃいけないんですよね、最初だけ。だその餌をまず一回、インターネットで検索すればすぐ出てくるので、うずらの赤ちゃんの餌ですね、ヒナの餌っていうのを調べていただければ、抗生物質入りの餌があるので、それを最初に生まれた時はあげてください。その後からは、まあ、ちょっと育ってから、その抗生物質の餌が終わってから、普通にホームセンターとかで売ってる、うずらのヒナの餌とかでも全然構わないので、その餌を与えてあげてください。まあ、あとは、ま、ケージとか、水入れとかなので、まあ、うずらさんってそんな必要な施設っていうのはあまり多くないので、ケージとかも工夫次第で、なんとかなりますし、まあ、衣装ケースとかでも飼ってる方も出ていっぱいいますし、まあ、お外で飼われるのか、まあ、それもわからないですけど、まあ、そういった飼育用品が、まあ、一通りあれば、全然できるのかなと思います。はい、で、次の質問なんですけども、まあ、餌の購入とか、まあ、生態の購入はどこでしてますかっていう質問なんですけど、これはね、うちいろんな種類の生き物がいるので、ほんと一つのショップとかじゃ揃わないんですよね。ほんとだから何種類のお店に行ってます。何がなくなったからどこのお店っていう感じで行ってるので、ほんと何店舗もいろんな店舗さん。まあその中にはね、ホームセンターとかもありますし、ホームセンターだったりペットショップだったり、いろんなお店でほんと餌を買い分けてます。その子によって全然餌が違うのでね、一つの店では揃わないです。で、お迎えに関してなんですけども、お迎えも本当やっぱそういったうちって、もう本当毎週っていうかね、もう週何回かっていうのが生き物のいるお店、ペットショップだったり、ホームセンターだったり、いろんなところに行くので、そういった時に本当もう出会った子、で、気に入った子がいれば本当お迎えしちゃうっていう感じなので、何が買いたいから買いに行こうっていうのは今までほとんどないんですよね。本当その時の出会いで買っちゃいます。なので、それも決まったお店とかはないですね。まあ、爬虫類とか結構うち、行きつけにしてるお店があるので、結構そこでお迎えは多かったりとかしますけども、本当基本、決まりはないですね。で、一応まあ、そんな急なお迎えも対応できるように、うちではもう屋根裏にね、もう何個も何個もすごい、いろんな大きさのケージだったり、小さいケージ、まあ、水槽だったりとか、まあ、常に、いつ何が来ても対応できるように、ほんと飼育用品っていうのもすごい数を、じゃあ在庫として置いてるので、まあそういった一応工夫だけはしてますね。急にあれこれ揃えなきゃいけないっていうことにならないために、まあ飼ってない期間に、いろんなケージとかを用意してます。まあそういった工夫してるぐらいですかね。だから決まったお店っていうのは特にないです。で、あと、まあ、最初の質問、まあ、ちょっと見返してみたんですけども、まあ、奥様に密かにファンですと。で、夫婦円満の秘訣はございますかっていうことで質問があったので。で、それなんですけども、一応うちって、まあ、僕今29歳なんですけども、まあ、嫁の方とは、ま、高校の時からのお付き合いなので、で、僕たちって、で、まあ、子供ができたのがすごい早かったんですよね。15歳、僕
が16歳の時に、まあ、子供ができて、まあ、長女ができて、まあ、17歳で生まれたっていう形で、で次、まあ、18歳まで結婚僕はできないので男なので、18歳の誕生日に籍を入れたっていう形なので、まあ、付き合いとしては29歳にしてはまあ長いんですけど、まあ、やっぱね若いなりにやっぱ子供を産むっていう時もすごい反対もすごかったですし、周りから、まあ、そりゃそうなんですけども、まあ子供が子供を育てられるわけないと、まあね、いろんな反発があったので、やっぱそれに対してのやっぱりなんだろう、意地みたいなのもありましたよね。やっぱ結構若くして結婚してる方って結構離婚とかもと思うんですけど、まあうちやっぱ意地もありましたし、まあ、あとやっぱ大事なのは、円満のコツとして大事なのはやっぱ共通の趣味を持つっていうことですかね。まあ今なんかこういった生き物を趣味としてね、うちではたくさんいろんな生き物を飼ってるんですけど、まあそういった共通の趣味とかはやっぱでかいですね。だから休みの日にお互いどちらかだけが出かけるってこともうちはないですし、もう常に基本的に休みの日もなんだろう、買い物だろうとなんだろうと基本的に一緒に行動をしているので家族で。まあそういったのが円満のコツかなと。まああと、ね、うち喧嘩っていう喧嘩、大きな喧嘩を一度も今までしたことがなくて、それも、まあなんだろう、考え方のコツっていうか、まあ、やっぱね、奥様といえど、やっぱり他人は他人なので、考え方が違うのは当たり前だと思うんですよ、僕的にはね。だそこに対して怒ったりとか、まあ、喧嘩をしたりとかっていうのが、まあ、正直意味がないと僕は思ってるので、まあ、例えば一方的にね、あっちがガーッと怒ってきたとしても、別に、まあ、なんか言ってるなぐらいで考えとけばいいと思います。まあ、やっぱ価値観とかね、考え方っていうのは人それぞれなので、まあそこがどちらかがまず大人になれれば、円満にできるんじゃないかなと思います。そうですね。うん。もう玉ねぎ嫌いっていう人には何言ったって玉ねぎ嫌いですから。うん。変に強要とかをしようとすると、やっぱ喧嘩とかって起きちゃうと思うので、まあそこら辺が割り切れるかどうかじゃないですかね。まああと、嫁さんの密かにファンですってことなので、ファン第一号ありがとうございます。僕のファンまだですか？僕まだファンですって言われたことないですけど、奥さんに先についちゃいました。で、嫁さんも、まあ、動画ほとんど登場しないのは、化粧をめんどくさがってるだけなんで、まあ、いつかね、登場することがあるかもしれません。基本お化粧がめんどくさいっていうことで、動画とかも映さないので、ま、一応普段カメラマンとしてやってもらってます。ね。で、まあ、こんな感じでね、今回、ま、集まった質問、まあ、結構長くなっちゃったんですけど、動画として。まあ、以上になりますので、まあ、今後もね、このまま質問箱の方設置しておりますので、まあ、なんか気になる点とか、まあ、質問とかがあればですね、こういうふうにちょっと動画を撮ってお答えできればと思います。ね。じゃあね、今日の動画はね、これで以上になります。ありがとうございます。